はい、豊張球生物院長の石村です。お願いします。本日は、外食ばかりしていたら体がだるくなってきたについてお話したいと思います。外食ばかりしてたらですね、体がだるくなってきたっていう人がいたら、YouTube のね、私の YouTube の動画を参考にしてください。外食というのはですね、化学調味料、基本的には外国産の野菜ね、化学調味料がたくさん入っている可能性がありますね。あとは外国産の野菜ですね、そういったですね、体にとって異物が、体に負担がかかり、肝臓腎臓の仕事が増えてだるくなるね、こういったですね、体にとって負担になるもの、体にとって異物になるものはですね、肝臓で解毒、腎臓で排出しないといけないんですね。あとはですね、早食いなんかしてたら、胃腸に負担がかかるんですね。胃腸に負担がかかるプラス、肝臓、腎臓ね、肝臓で解毒、腎臓で排泄ですね。そういったことで、解毒して、体外に排泄ね、要はこういうのは異物ですから、そういった毒物が入ってきたらですね、解毒して外に出さないと体はですね、やっていけないということですね。そういったことに対して、どう対処したらいいかということなんですが、まずは朝食を抜く、ね、これ非常に重要ですね。東洋医学っていうのは朝は解毒の時間なんですね。解毒は排泄の時間なんで、朝っていうのは、目やにが出て、体がネタネタして、口の中もネタネタして、おしっこもね、大の方もたくさん出やすいんですね。そういったことは、体からですね、排泄を促してますので、朝っていうのはその排泄の時間なんですよ。ですので、西洋医学ね、病院のようにですね、朝食こそが一番重要でたくさん食べろというのは東洋医学からすると反対なんですね。西洋医学、病院とかのね、理論からしたら、栄養学とかね、そういうとこから言ったら、朝食は食べろね、一日の始まりだからたくさんね食べた方が元気になりますよっていう考えなんですが、東洋医学というのは体のその働きとか自然の摂理にのっとりますので、先ほど言ったように目やにとか、ネタネタするとか排泄物が多いというところで、朝は排泄の時間なんですね。ですので、こういったですね、体にとって異物が入りましたので、朝食を抜くことによって、排泄する時間ね、解毒する時間を持つということなんですね。あとはよく噛むね、ちょっと異物かもしれませんが、よく噛むことによって胃腸の負担が減るんですね。そうすると体のだるさがね、少し減るかもしれませんね。あとは温かい飲み物ね、内臓に負担をかけないということですね。やっぱり温かいと活発に働きますので、冷たいものをね飲まないということですね。特に暑い季節、夏なんかでですね、冷たいものをガバガバガバっていうのはね、本当に良くないですね。冷蔵庫がね、できたのもここ100年ぐらいなんですね。120年前、150年前というね、時も人間は生きてますし、2000年前も人間っていうのは生きてるんですね。でも冷蔵庫っていうのはここ100年ぐらいでできたもんなんで、夏の暑い時に冷たい飲み物を飲むっていうのはね、人間の DNA にはまだありませんね。ですので温かい飲み物をやっぱり飲むっていうことが重要ですね。夏の暑い時はせめて常温ですね、常温がいいと思います。あとは週末断食ね、週末はもう断食ね、ちょっと極端かもしれませんが、週末は何も食べない。そうするとですね、ものすごく体が軽くなるのを感じると思いますね。要は体に入った異物、毒物をですね、断食することによって、今ある毒物のみを処理するということに、体全身が働けますので、体の中からね、毒素がなくなったら体っていうのは楽になるんですね。ですので週末断食をすることによって、ものすごく体が楽になると思いますね。
本日は外食ばかりしていたら体がだるくなってきた、まあ、これについてお話ししました。参考にできる方は参考にしてください。以上です。